もっとすごいのはこれです。薄っぺらい本なんで、もう値段の方はって言うと790円と1000円しません。これは極限というと極限でいいんですね。極限飲み込むときね。あ、それ極限ですね。何かというとね、この調味料がすごいってお前じいちゃん何の本読んでるんだって言うけど、私料理作りますんでね。とにかくで調味料の方がもうたくさんあって。最近は美味しいんだ。 そういやちょっと先の話になりますがあのしじみ醤油うっていうのは私は大ファンであ,あれだけはねもう常にそばに置いておきたいたしじみ醤油さん喜んでください10月は一つ朝の一番のプレゼントにつけますかってのをおっしゃってくれ1か月間じゃあつけますかって言うんでおっしゃってくれもう心の中では1年がいいんだかなと思いますけとにかくこの調味料はすごいほんのちょっとでほんのちょっとだけ何かを添えると味が変わるもんってあるんですよ。 ジンギスカンもそうですがジンギスカンは私は玉ねぎともう炒めるの大好きで今どっか出してるジンギスカンでも味付けしっかりしてますからで玉ねぎとかほうれん草とかそれからセブンで売ってるあのー、キムチですねこれなんかは全体に塩こしょう何にもいりません玉ねぎも佐々木校長がくれたバカでかい玉ねぎもあれも煮込みジンギスカンに使いましたすごく甘さのあるしっかりした玉ねぎでおいしかったで。それらの中に今 もうキューブのやつがあるでしょ味付けまあ2つぐらい入れてそれからあとお酒や水を足して玉ねぎを溶かしていくその工程で日本酒ももちろん入れますいいものその工程でもう一つキムチ味のキューブを一つ入れておくそとベースが出来上がってここにジンギスカンの肉を入れる仕上がるでしょでこれを小さい器で2杯ぐらい食った後にラー油を入れるんです今度は。 これ面白い中華味になるでもここに出てる調味料はすごいって書いてるからすごいのでも売ってるんです今ねもうカレー味にするだの何なのって丸いのおかず味噌だとかもうねそれから、まあ、ごま油もそうだし最近はオイルに私はずっと凝ってるもんだからもう長くでこれも体にいいものそれやでも味は変わりますようん。 ナポリダンとかの面形はあっという間に味変わってくれるから面白いねやっててこれちょっとご参考にこれも押し付けません。